3歳自閉症、重度知的障害の子供がいます。言葉も喋れず、私のことを母親と理解していないようです。おむつをして一人で食事も着替えもできません。親への愛着が薄く、会話もできないため、常に一方通行で虚しい。この先一人でできることが増える可能性は低いです。一生世話をすると思うと、健常者が良かったという思いが拭えません。健常者であれば成長実感でき、子育ての喜びがありますが、私にはそれがほぼありません。年老いても知能は子供は別、それでも自分の子供なので施設に預けるのは悲しいです。知的障害は改善または治りますか？向き生きるため助言お願いします。でもなんか爬虫類を飼う人とかも、あと魚を飼う人とか、その何か成長するのを期待しないで家族を作る人っていっぱいいるんですよね。まあ猫とかだとお手伝いとかあるんですけど、でも魚飼ってる人って別に何か魚に何かその芸があったり親がどうとかってないじゃないですか。で馬って実は人間を区別できてないんですよね。要はその、馬の背に乗って、こう、移動するっていうのを昔から人類ってやってたじゃないですか。で、他の人が乗っても、ちゃんと乗せて走るんですよ。でも、他の動物って、例えばその、猫とかって仲いい人じゃないと近づかないですけど、馬って人間の個体認識できてないんですよ。なので、なんか二つの足で歩いてる生き物っていうだけで、すげえ一生懸命世話してる人と、初めて見た人で、区別つかなくて、まあ、背中乗るんだったら乗せてもいいっす、みたいな感じで、なんで実は個体認識ちゃんとできてないんですよ。でも別にその、だから、誰に対しても優しいっていうのがあったりするんで、なので別にその、個人に対して愛着があるかどうかっていうのと、じゃあその一緒に暮らして楽しいかどうかっていうのは、あんまりそこまで関係ないんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ、爬虫類飼ってますって人で、イグアナ可愛いって言ってずっとイグアナに物をあげたりしてますけど、じゃあ、イグアナが個体認識しているかっていうと、多分できてないんですよね。っていうのがあるので、別にその家族としてで、もう育てるの嫌だっていうのであれば、さっさと預けちゃっていいと思うんですよ。負担になるし。でも、負担になって預けるよりも、その自分が育てたいって思ってるのって、多分この文章には書いてないんですけど、どこかに愛着を感じてるんだと思うんですよね。なので、その愛着を感じて自分が育てたいと思ってるのであれば、別に育てるで全然いいと思うんですよね。で、負担にならない範囲で育てて、もし負担になるんだったら一回預けて、まあ半年ぐらい預けといて、やっぱり育てますって言って引き取るみたいなのを、まあ何回か繰り返してもいいと思うので、なので、自分の愛着があるんだったら、その愛着は信じていいんじゃないかなと思いますけども。どうすればひろゆきさんと遊びますか？じゃんけんぽい。